こんにちは、藤原です。今回は鎌倉日帰り企画となっております。皆さん、鎌倉といえば何を思い浮かべますか？コロナ禍が明けた今、鎌倉は新しいお店がたくさん増えてきていて、活気のある鎌倉のね、観光地の姿を完全に取り戻しております。今回は今年オープンしたばっかりのカフェや鎌倉の外せないスポットまで、とにかくたくさん紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。ではね、早速1店舗目なんですけども、こちらは平日11時から17時までやっておりまして、休日は11時から18時です。鎌倉駅の東口から徒歩6分ほどにあるお店です。今回は平日の14時頃に入店したんですけども、すでに外には 2,3 組ほど並んでおりました。で、10分ぐらいすれば、入ることができるような感じですね。混雑時は1時間制なので、人気店ということもあり、土日はこれよりもっと待ち時間があるかなと思います。店内は年齢層も様々ですが、比較的カップルが多めかなと思います。店内はカレー山水をイメージしたようなテーブルをね、こうぐるっと囲うように全部で14席配置されております。今回行った時はね、天気も良かったので、窓からの景色もすごい良かったですね。テーブルの中央が小さい滝みたいになっていて、終始水の音を聞きながら心が穏やかになるような落ち着いた時間が流れております。男の人ってね、こう女子だけのカフェにこうデートで行きづらいって思ったりするかもしれないんですけども、ここならね、ちょっと雰囲気的にもね、和風で落ち着いているので、男性の方も行きやすいんじゃないかなと僕は思います。今回は抹茶とほうじ茶の羊羹テリーヌとお抹茶ラテを注文しました。お値段は1600円と、観光地価格でね、少々お値段は張りますね。すべてテリーヌとドリンクはセットでしか注文できないので注意してください。抹茶ラテはカップにミルクだけが入った状態で先に提供されて、後から店員さんが抹茶を注いでくれるという、動画映えだったりとか写真映えを意識しているのがわかるなっていうようなシステムですね。で、しっかりこれも取らせてくれますね。はい。ここはね、鎌倉にオープンしたはモダンなテイストになっているので、こういう和モダンな雰囲気だったりとか、こういう珍しいね、なかなかね、こういう枯山水をイメージしたようなお店なんてなかなかないので、そういうお店がね、面白いなって思う人にはすごくおすすめかなと思います。こういうトレンドカフェとかはね、結構好きな人多いと思っておりますので、皆さんよかったらね、ここはね、覗いてみたらいいんじゃないかなと思ってます。ではね、次のお店です。以前ね、ここは紹介したこと2年前ぐらいですかね、あるんですけども、坂の下っていうお店です。月水木金が10時から17時、土日が10時から18時営業していて、定休日は火曜日です。こちらはね、本当に接客がすごい心地よくて丁寧なお店となっておりまして、すごいね、素敵なお店だなと昔から思ってます。結構40歳ぐらいのお客さんが多いお店となっていて、それもね、鎌倉に来てすごい映え系な女の子が多いとかいうわけじゃないのも僕は好きなポイントなんですよね。ここは結構裏道にあるというか、目立たない場所にあるので、知らない人はね、なかなか入ることができないようなお店となっていて、2023年の9月にリニューアルオープンしました。で、お店に向かう小道がね、なんともこうジブリっぽい世界観をね、思わせるような場所になっていて、これもね、注目して見てもらいたいなと思っております。で、お店は古民家そのもので、木々に囲まれておりまして、これもね、ジブリに出てくるような佇まいになっています。で、内装も古民家の良さを残したままのね、雰囲気になっていて、どこか田舎に戻ってきたような、懐かしさも感じます。家具やインテリアがね、どれもおしゃれで、おそらくヴィンテージだったりとか、家具好きやヴィンテージ好きにはね、たまらないものが多いかなと思ってます。個人的にもね、こう販売をしていたら購入したいと思うようなヴィンテージっぽいものもね、結構多かったりしますね。入り口すぐ右手に半個室があったり、左手にはシャンデリアが目を引く空間があったりとか、メインの空間にはね、程よい間隔で6席ほどあって、2名から4名掛けになっているんですけども、テラスは3席ほどで、全て4名掛けなので、大人数も、対応できる形となっております。席はね、空いていれば選ばせてくれるので、その点もね、結構嬉しいポイントかなと思います。で、正直どの席を選んでも間違いないと言えるほどにね、外れはないと思っておりますので、本当におすすめです。パンケーキは1800円で、これディルがね、生地に入っているというね、なかなかない珍しいメニューになっております。で、オープンサンドは和牛の自家製ローストビーフとなっておりまして、これは2500円でスープとドリンク付きですね。次のお店となっております。ここは鎌倉のね、土鍋ご飯を楽しむことができるお店です。こちらはランチ
日11時からで、なくなり次第終了のお店となっております。ディナーは完全予約制で23時までやっております。定休日は不定休で、月曜日になることが多いそうです。で、接客はですね、すごい落ち着いたお母様が接客してくださったんですけども、外に並んでいる時もね、丁寧にお声掛けしていただいて、一人でもゆっくり落ち着いて食事ができました。今回は平日の開店直後11時半にね、来店したんですけど、すでにね、僕の前には5人以上が並んでいて、外でメニュー表を渡されて、並んでいる間に決めるという感じですね。30分ほど待って入店って形ですね。で、並んでいる時に注文したので、着席してからはご飯はすぐ運ばれてきましたね。で、客層は比較的若めで、まあ、2名様で利用されている方が多い印象で、家族連れの方もちらほら見受けられました。で、店内は全部でテーブル席が6席ほどありまして、並んででもいいから鎌倉で有名なお店に行きたいっていう人にはすごくおすすめかなと思います。今回は定番メニューである釜揚げしらす土鍋ご飯1600円を注文しました。土鍋ご飯以外に3種類の副菜である鎌倉の野菜とか湘南ひじきのサラダとか、季節の野菜も食べることができたりとか、まあ、新玉ねぎの自家製のね、練り豆腐とかが、セットになっております。それにね、こうお味噌汁もセットになっていて、もう栄養もボリュームも満点のセットなので、で、1600円なのもね、納得かなと思います。ご飯もね、1膳ほどあるので、お茶碗3杯分ぐらい盛り付けられるんじゃないかなっていうぐらいありますね。で、副菜に使用されている野菜は、地元鎌倉の野菜を使用しているそうで、これもね、なんだか素敵だなと思っておりました。当日ね、土鍋ご飯は一つ一つ直火で炊いているそうで、お米はね、農家直送でコシヒカリを使用しております。ご飯はね、すべて昆布で丁寧に出汁でね、炊いた、白米がベースとなっております。このご飯はたまらないっすよね。はい、鎌倉っぽいってどういう感じなのかなっていうのもね、なかなか言語化難しいかもしれないんですけども、僕はこういうお店鎌倉っぽいなって思っております。ではね、ここは小町通りなんですけども、皆さんね、ここはね、さすがに知ってるんじゃないかなとは思います。まあ、鎌倉の食べ歩きスポットといえばもうここって言ってもいいんじゃないかなっていうエリアになっておりますよね。で、今回も紹介しているお店とかもね、ここの通りにあったりとかしますね。コロナ禍の2020年頃は、まあ、休日はね、3分の1ぐらいまで観光客が減ってしまったようなんですけども、今回訪れた際はね、もうその面影も残ってないぐらいね、すっかり人で溢れていて、活気のある通りに戻っておりましたので、まあ、勝手に安心しております。はい、次はコーヒー屋さんの紹介です。ここはね、9時から17時までやっておりまして、定休日が火曜日です。13時半過ぎぐらいにね、来まして、先客は一組のみでした。14時過ぎにはお客さんが来始めてほぼ満席だったので、まあ13時頃とかお昼時が意外とおすすめなのかなとも思います。まあ全然ね、日によるとは思うんですけども、僕が行った時はそうでしたね。客層は20代から30代ぐらいの比較的若めの方が多いかなと思います。カップルもいらっしゃいましたが、女子2人組とかもね、何組かいらっしゃいました。鎌倉で一番と言ってもいいぐらいのね、有名店で、まあ、コーヒー好きなら一度は聞いたことあるはずかなと思っております。同日に行ったね、坂の下から5秒ほどでついてしまうほどのご近所なので、坂の下でランチ後にここにはしごはマストかなと思います。はしごしない方がもったいないなと思うほど、近いですし、すごい素敵な雰囲気です。で、お店はね、平屋の古民家で和の風情がね、感じられる素敵な外観です。入り口横のロゴとパソとデザインされたね、のれんがすごく目を引きますね。店内は木造で温かみのある雰囲気が特徴的で、まあ、田舎のおばあちゃん家ぐらい落ち着いてしまう空間です。入ってすぐのところにレジメニューがあり、その日の豆のラインナップやコーヒー器具があります。そこでドリップを抽出してくれますね。ブラックのハンドドリップがメインなので、まあそれ以外のね、メニューはあんまないんですけども、レモネードとかレモンスカッシュはあります。ラテとかエスプレッソドリンクがない点はね、注意かなと思います。席は窓際のカウンターとテーブル2席と、まあ、奥には座敷がありまして、まあ、一番光が入る場所がね、カウンターなので、ここがおすすめかなと思います。今回はね、すべて空いていたので座敷をチョイスいたしました。座敷が一番お店のコンセプトや雰囲気を感じられるのかなとは個人的には思いましたね。で、ハンドドリップはホットを頼むとこうやってビーカーで出してくれるので、結構映えるポイントかなと思います。コーヒー好きはね、ぜひ行ってみてもらいたいなと思います。
ではね、次の、お店です。またね、コーヒーのお店なんですけども、10時から18時やっておりまして、今月の休みとかは、まあ、インスタをチェックしていただければ、わかりやすく載っております。ここはね、15時半過ぎぐらいに行ったんですけども、最初は空いていましたが、10分後ぐらいにはほぼ満席になっておりまして、まあ、読めないなっていう感じのお店ですね。年齢層はかなり幅広い印象で、常連さんのようなね、方もいらっしゃいますし、バイカフェをね、よく行っているようなお客さんも結構いらっしゃいました。で、場所を知らないとたどり着けない隠れ家カフェとなっておりまして、まあ、方向音痴の人は本当にたどり着けないだろうなというような細い小道を入っていく必要があります。ここもね、ジブリのような雰囲気です。これね、鎌倉結構そういうポイント多いんじゃないかなと思います。ご夫婦2人で営業をしておりまして、アットホームな空間となっております。僕がやってるお店でね、ジャンクションっていうお店が三軒茶屋にあるんですけども、そこの店長がね、ここ通ってたりとかしていて、ここのね、焙煎機を使用させてもらって、焙煎とかもさせてもらったことがあって、結構ね、バリスタの方が焙煎で通ってたりもするので、さまざまなバリスタの方と出会うこともできる場所かなと思っております。で、一軒家をご夫婦自ら DIY されていたりとか、まあ、DIY とは思えないほどのね、おしゃれ空間ともなっております。この木材の温かさと白を基調とした新風ながらも高級感を感じる内装となっていて、焙煎機や店名の入った豆袋だったりとか、大きめのドライフラワーやヴィンテージ調のインテリアはどれも写真を撮りたくなる可愛さとなっております。特に照明がどれも可愛かったので、照明フェチにはたまらないかなと思います。ここはね、バーチーズなんですけども、ここは鎌倉駅から徒歩7分ほどの場所にあります。10時から20時まで営業しております。今回は平日の13時頃に伺ったんですけども、すでに3組ほどお客さんがいらっしゃいました。で、外にも席がありまして、気温も暖かかったので、外で過ごしている方もいらっしゃいましたね。で、今回はアイスコーヒーとお店の人気メニューであるドーナツの中から、期間限定のリンゴと焦げキャラメル450円をテイクアウトして注文しました。他にもシュガーなどの甘いドーナツや、食事系のガーリックのドーナツなどもありました。で、その他ね、オリジナルのホットドッグとか、ソーセージとかね、まあ、クラフトビールも提供しているので、まあ、お昼からここでご飯を食べたりとか、飲んだりするのもおすすめです。名物のスペアリブや自家製のパンなども、まあ、軽食からね、いただけるので、それもおすすめですね。2023年の8月25日に鎌倉にオープンしたカフェとなっております。バーチーズね、他のお店は紹介したことあるんですけども、カフェはね、初めて紹介しております。スペアリブはね、本当に安定に美味しいので、皆さんね、食べなきゃ損だよってぐらい美味しいので、ぜひね、食べてみてもらいたいなと思っております。レストランでもおすすめですし、カフェ利用でもおすすめなお店ってなかなか、ね、ないので、こちらね、ぜひね、利用してみてもらいたいなと思ってます。なんだかんだ鎌倉の紹介って、もう2、3回してるかなと思うんですけども、皆さん鎌倉だったり横浜方面の紹介結構まだ見たいですか？僕最近ね、東京中心に紹介することの方が、やっぱ多いかなと思うんですけども、需要がね、まだまだあるようだったら、こっちの方もね、結構紹介増やしていこうかなと思うので、まだまだ紹介してほしいよって方は、ぜひね、コメント残してくれると嬉しいです。で、ここはね、公園なんですけども、鎌倉のね、800年を記念して作られた高さ2メートルのね、銅像があったりとか、まあ、四季を通じて自然の美しさを楽しむことができる場所となっております。ここはね、平日の午後4時に行ったんですけども、本当に人ほぼいなくて、その割にね、紅葉が綺麗すぎるぐらい綺麗で、春には桜の名所になることでも有名です。すごい空いていたので、なんでこんな空いてるのかなって思うんですけども、鎌倉駅からだと、まあ、30分ぐらいね、まあ、歩くのかなって場所ですね。で、住宅街の間の細い道を登っていくんですけども、その途中から、ね、急激に坂道になったので、まあ、旅行の最後に行こうとすると、まあ、結構こうきついのかなと思うので、休憩しながら行くのがおすすめなんじゃないかなと思います。で、やっぱ一人で行くと結構辛いかもしれないので、デートとか友達と行く時とかにお話ししながらだったりとか、それこそテイクアウトしてコーヒー持ちながらとかだとおすすめかなと思います。紅葉の季節ね、来年になればね、またね、見れると思いますので、この穴場スポットってね、今年紹介しておいて、来年ね、行くのもおすすめなんじゃないかなと思ってます。ではね、最後のお店になります。こちらはランチが11時半から16時、ディナーが17時半から21時やっておりまして、こちらは長谷駅から徒歩15分ぐらいの場所ですね。まあ、平日ということもあって、和席は6割ぐらい埋まってるぐらいでしたね。で、年齢層は20代から60代ぐらいの、かなり幅が広めかなと思います。
います。友達同士だったりとかカップルとか年配の夫婦とかマダムとかね、なんだかな幅広いお客さんの層かなと思います。場所はねチアーズコーヒーからすぐの場所にあって、まあ、トンネルの手前にあります。バス停が近いんですけども長谷駅からも歩いて行けるので、まあ、長谷からねちょっと歩きながら行くのが個人的におすすめかなと思います。駐車場もあるのでここをめがけてねドライブで来るのもいいんじゃないかなと思います。これ外観からねここはレトロさを感じられて、まあ、一目でおしゃれと分かるような雰囲気ですね。で赤レンガ倉庫のような少し異国感を感じられるのがすごいいいのかなと思っておりまして、ここはもともとね体育館として使用されていたそうです。体育館だったこともありまして天井がかなり高く開放感があるので内装がおしゃれなのはもちろんなんですけども、なんか高級感もね感じるような場所になっております。正直鎌倉に行ってここに行かないのは絶対にもったいないと言ってもね本当過言ではないぐらい、また必ずリピートしたいと思えるような、まあ、空間とサービスがここにはあります。料理のクオリティはもちろんマイナス要素がね一つもないお店となっておりまして、まあデートももちろんなんですけども、まあ、記念日や特別な日にねここ行くのは間違いないなと思っております。お酒とフードもね都内に比べると値段も全然安いですし、クオリティと満足度を考えると破格かなと思います。本当にね結構いいお店だなと思っておりますので、皆さんね知らなきゃ損だよって思っております。ぜひねここも行ってみてもらいたいなと思っていて、見ての通りね料理も本当に美味しいメニューばっかりで皆さん絶対好きでしょって思うような、ラインナップです。はい。で内装もね藤原ライフ見ている人はね全員好きだろうなっていうようなお店となっておりますので、ここはね外さず行ってみてもらいたいです。皆さん最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながらリモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければモクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通してお客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニーはお客様と一生関わっていくサードプレイスを目指しています。現在会員募集は常に募集しているわけではなく不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方はユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですのでご登録お待ちしております。知らないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。 2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。 3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4.オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので概要欄からぜひご登録お願いいたします。